テレビをご覧の皆様こんにちは、えー、っとこれ今度でですねまあいよいよですね、えー、我々が知らないところもだいぶ出てまいりまして「須臣天皇のと」と、えー「神武天皇」が同じ名前だったなんつのですね「えっ」てな感じですが、まあ、それなりに日本国の苦しい建国それから、まあ、疫病が流行った苦しい時代というのを乗り切って徐々に徐々に国の 形ができていくだいたい今から2000年ぐらい前までは来たんですねそれでこれがいよいよ形になってきますねだんだん天皇の身をもうを重ねてそして、えー、国全体の形ができてくるまあその時にまあ日本古事記日本書紀も出来上がっていくんですがまあ、そのあたりの時代にできたものが我々よく知っている聖徳太子の十七条憲法ですね まあこの設立過程というのは、えー、実はその今お話ししましたように、えー、今までの神様からの流れである程度の国家というものの形ができた時ですからねですからまずそれをちょっと学んでそれからじゃあなぜその国家ができたのかというのを次回ぐらいに行きたいというふうに思っております。それじゃあ先生少少しし飛飛びますが天皇から少し飛んで、はい えー、聖徳太子の時代ですね。はい、日本建国具体的な日本の形ができてくると、そういう時代について先生にお話をいただきます。まああの助け合いをあのみんながお米みんなでお米を作り、そして、えー、お互いに助け合いをし、はい、さらに衛生環境というものを徹底していく。はい、そうすることによって日本というのは非常に住みよす、はい、住みよい、はい、良い国になっていくはずであった。ところが良いあの。 古代においてまだ貨幣経済が発達していなかった時代食べ物が豊富なところっていうのはまさに理想の極楽浄土のようなところなんですねそうすると外国からたくさん人がやってくるわけですはい、はい、でもちろんそのやってくる人たちというのは立派な方もたくさんやってきますはい、はい、でもどこでもないやつもやってきま,、はいえー、ますからね、えー、で日本国内では考えられなかったようないろんな犯罪も来るようになってくる。はいはい で、まあ、これは困ったなという中で、まあ、さまざまな葛藤がありながら。それでも、国を開いて、はい、で、今度は日本国内だけではなくて。えー、世界中の人がみんな幸せになっていくことができたらいいねと、はい,はい、いうふうにこう意識が広がってくるんですけれども。これは、まあ、いつの時代でも同じなんですね。うん、ところが。外国に、強大な軍事政権ができ上がる。はい、これは、まあ、あの、中国に登場した隋の国ですね。隋ね、うんえー、隋が登場するまでは、中国では。 中間と言われるまあ中心地帯がはい,、はい、いわゆる紛争地帯で要するに内,内乱状態ですかね、はい。内乱がねあの交換中ですか誤勘中ですか。うん、でか、はい、えの終わりから、えー、ず,ずっと相当の程度。 戦乱の時代でしたからねかなりの人間が死んだと言われますがこの前にお見せしたこの図なんですけどもちょうどこの春秋戦国時代があって新王朝ができて漢ができるところは漢も崩壊していわゆる儀直後の三国時代がこれですよねこれはもう大変な戦乱の時代になっちゃったでこれを最終的にまとめたのが隋ですねなんと369年ぶりですよ冨永さ そういう意味じゃあ、隋の楊代っていうのはなかなかの欠物だったんですかね。血物ですね。ただし身勝手がすぎますね。身勝手だけど欠物ではであったと思います。で、このまあ隋という大帝国ができることによって、日本も浮か浮かしていると、隋に飲み込まれてしまい変えないと。それからそのその時代はですね、もうすでに朝鮮は一応日本民族とは切れてましたかね。切れてないですね。切れてないですか。あの朝鮮では。 ええ、白木とくだらっていうのは、あの、いわゆる日本の保護国。日本が保護している国であり、で、高句麗は初め日本の、そ日本に対する超広告であり。日本の保護国だったんです。高句麗は民族はやや女真族系っていうか、満州系のような感じがしております。どこに。近いです。近いです。なるほど。で、ただ高句麗はですね。 これの日本食に非常に詳しく書いてあるんですけどコウクリって今の北朝鮮あたりじゃないそうですそうですで日本に長考していたんですね長考するっていうことは日本に王子を王子様を人質として出すわけでそれだけではなくて毎年あの贈り物を日本に持ってこなくちゃいけないで毎年贈り物を持ってくるんですけどもその時に地理的に北朝鮮の位置ですからあの日本にやってくるためには新羅を通らなくない通らないかな この朝貢の施設の行列を新羅が襲うえ、ええ。襲う。うんうんうん、で、財宝を奪ってしまう。で、まあ、女性もいたりすると。女性をひどい目に遭わせると <laughs> と。酷い目に遭わせる。いうことがこう繰り返し起こりまして。<laughs> はいはい、で、高句麗も、もう。 もうこれはねこれ以上倭、うん、国に兆候をし続けていたとしてもはい、はい、やはりどうしても被害が多すぎるとはい、はい、決して倭国と仲高いしたいわけではないけれども兆候、えーえー、はやめにしたいと,いうたいと言ってくるわけです。うん、なるでこれはねあの倭国の側でもそれはもうやむをえないよねと。 あんたたちちの気持ちむしろあんたたちに同情するよっていうことでそこでコークリと倭国は切れるんですね、うん、で切れた切れてしまうということは同時に、はい、コークリを保護してくれる国は全くなくなっちゃう,、はい、うなでそこでコークリが何をしたかというと、はい、とにかく自国の軍事力の徹底強化がある超軍事大国になるんですね。はいはいはい でこれはもうあのまさに国民改変それに隋が攻めるんだったかなそうです隋<ー>が攻める感じそれをコークに呼んだ隋が攻めて隋が痛手を受けてそうですそれで短期政権になってしまう、はい、原因の一つになるそうですそうですということは隋がた短期政権になったのは煬帝の性格もあるけど、はい、日本との関係が切れたってこともあると、はい、そうするとあれですねあの今の日本人の多くがよくそこのとこ分かってないんですが 今は日本が朝鮮という感じですけど昔は朝鮮と日本というのはほとんど同じ人が住んでた同わけですよね,すね、はい、だからまあ言ってみれば両方とも日本人だった、はい、それで朝鮮という国がはっきりしだすのは大体この聖徳太子の頃コウクリが北にいてそれでコウクリとの関係が今先生おっしゃった通り切れる、はい、そしてあのコウクリが軍事大国になるそれ、はい、で隋がコウクリなんかと思ってやり始めたら結構強いと。 それで随もやられる、それで下の方の白旗とか辛辣っつんですかね、白旗とかそこらへんもやられて、結局そのうちコープリが朝鮮半島を統一する。であと白旗が統一するんですよ。ああ白旗が統一するのか。あの,かあのそまあ、すごくざっくり申し上げますと、はいはい、まずはあの北朝鮮のあたりにコープリができる、コープリがが我が国の保護を、はい、打ち切ることによって、えー、徹底したその軍事対抗、軍事、はい、軍事強国化を図る。はいはい でその時に中国側の中間に隋ができる隋は航空イしと思ってまあこの間まで倭そのほうを産みただけじゃないから何でも勝手に預けようと思ってするかかったらめちゃめちゃ強いで逆に隋ががもう国力を維持できなくなってしまうということになって隋の後に唐っていう孔ができる隋が作るで唐はですね隋の失敗見てるわけですよ 下手にコウクリ攻めたから、だから結局国辰が滅んじゃった。じゃあ、そのコウクリやっつけるときはどうしてるんだ？って言うと、これで白銀の連合かな？はい。ああ、そうか。東白銀連合軍出したかね。これであの要するに、で、クダラやっつけて、そうです。それでコウクリも抑える。そうです。ああ、なるほど。これあの円攻近衡というのして、要するに強いコウクリを挟み撃ちにするっていうですね。 その頃に日本との関係はあらかた一旦切れたということですかね。発足、えー、年末の,の後に切れますね。そうですね。でその前の時点で、はい、まあこの聖徳太子の十七条憲法とかができたのはまさにその、えー、まあ隋ができてうんだという、はい、その時代になるわけですけれどもあのーえー、このしょ、えー、十七条憲法が成立六百四年ですからまさに隋があった頃の時代になりますね。でその 隋があった時代に隋が非常にこうまあ強国として登場する隋、はい、がコウクリに攻めかかる、えー、で万が一コウクリが負けるということになればはい、はい、当然新羅百済も次は、えー、や,らうやられてしまうそれう、ね、いうことになってくる、えーはい、そういう中にあって日本国内をどうやって強い国にしていったらいいのか、はい、ということが国国家として大変大きな命題になってくるところがもうここで大きな障害があって、えー。 白木がどっちつかずでちょろちょろちょろ,ちょろで、そのお前たちは身分を巻き、うん、わ,わきまえると。うんうん お前たちは我が国の属国にすぎないんだっていうことを明確にしようそのためにどうすればあいつら言うこと聞くんだっていうことになりまして連中は上下関係を明確にされると要するに秩序が明確になるとこれに弱いということは分かって作ったのが十なんですつまり関位十二階で別に日本人の場合は階級があろうがなかろうがどうでもいいんですけどところがあの連中は階級きちんと決めてやらないとそうすると収まらない。ただし 階級を決めると上の人の前では下の人間は「へーって言って頭下げなくちゃいけないこれは大切な日本の歴史伝統文化を損ねてしまうじゃあその問題を解消するためにどうしたらいいかということで「下院12回」の発表の翌年の1月1日に出たのが17条憲法ということになります。じゃあ17条憲法何言ってるのかっみんな誤解するんですけども17条憲法でいえば和を持って立とう人なしだって言うじゃないですか。 この最初の一行目ね。最初の一言目ね。これ第一章ですこれだけ言ってる。でもよく見ると、笑ってたとしとなし、逆らうことなきを胸とせよっている。この逆らうっていうちょっと難しい字なんですけれども、これですね、実はあの呪いの道具のキネ残っています。よくあのこうかワ笑いとかなんかカンカンっるじゃないですか。あれです。要するに。 人を呪っっちゃいいけなよて大切にして人を呪っちゃいけないよ人は人皆たむらあり人にはみんな信じるところ思想心条があるまた悟れるもの少ないここをもって君や父君主やねお父さんに従わずまた隣の里にたがうあの隣村と喧嘩するあるいはあの自分たちと学説が違うと言って対立する。でも でも上に立つ人がむしろこうやらかくなってそして下の人たちもみんなを結んでで「あげつらう」っていうのにこの「論」という字が書いてあるんですけどもこの「あげつらう」って何かって言ったらえ偉い人の前で「はは」ってやってますよね表をあげようって言われるじゃないですか表をあげようって言われて「面をあげます」だから「上げつらう」だからつまり「あげつらう」 偉い人で上下のか身分の上下があったとしてもあげつらう時は顔を上げてお互いに目と目を合わせてちゃんと話し合い,なさいこれを上げつらうと言います。苦しようない表を上げよ時期直,直討して直討を許す、はい、そうです。ちゃんと意見を言えとそでれですねはい、うん、そう時に神やらややら,い柔らい意見を申せではなくて意見を意見を言ってくれ頼むよとやる、ね、と言うとなっち断りおのずから通ずそうです。あの えーっとですね、これは本当にねあの日本人の多くがあの誤解してるんですけども、えー、日本はあのかなりあの議論を重んじたんですよねそうです昔からね。それで議論を重んじてあの、まあ、ずっとずっと今度はもう大,あの大東亜戦争の時代になるんですが、えー、山下法文陸軍大将がですね高知県になる時に、えー、日,本日本の兵士に何が足りないか。 それは上官に対して正々堂々と自分の意見を言わないことだ。これでは強い軍隊にならない。えーじ、日本の婦人の悪いのは何か。いいダク奪クとして夫のことに聞いてて、婦人としての立場を言わない。はい、で、こう言い言をしてますよね。はい、それでこれは日本陸軍というものが非常に悪徳無道で、もうお前すぐ切るぞっつって殴ったりなんかするっていうイメージが強いんですけど、うん その日本陸軍の中の大将の、まあ、マレーの虎と言われた山下法文のが遺言でですねもっと議論をしろと意見を言わなきゃだめじゃないかという遺言を書いてるってことは、まあ、長い日本の文化で日本っていうのは黙ってっちゅうんじゃないっていうことをね、はい、こ,れこの17条憲法全体がそうですもんね。そうですね。えー、あのー 幕末の志士たちというのはもう明け方近くまで涙を流して議論してもうあげつらうこれはもうご,ごく当たり前でもう本当に考えるっていうないかただしルールがある絶対に相手の名誉を奪うようなことを言っすね相手を呪ってもいけないそれルールですね特に武士の場合は名誉心が強いので恥ずかしめたらもう刀を抜くということですからねはいだから,だから この件に関する議論というのはうこに書いてるようにその人をあげつらあああげつらじゃない人を逆ら,う逆らっちゃいけない、はい、つまり人を侮辱するなこっちじゃない、はい、人はそれぞれ意見があるんだから、はい、それを戦わせなきゃいけないということですよね。はいうことですよね。これは本当にあの、まあ、明治天皇のご家条のご正門でも晩期公論に決すべしと言ってますしその後のすねしと言っ あ、そうですね。それは十七条憲法を取ってますからあれですけどあとは板垣退助が岐阜で襲われた時も「板垣システムを自由私設と」とこうですからね。徹底的に議論するはい。でそのそのことがそれ十七条憲法にもあるんです。はは、ね、はいはい、はい。でえー。 17条件と言いますとねそれことは一人で定むべからず一人で決めちゃいけないよ必ず諸々とともによろしく議論しなさいあげつらは別にはこれかろし必ずしもシュートすべからず小さいことはね別にあんたが勝手に決めてもいいよでも大事大切なことをあげつらず議論するときに及びてはもし過ちあらんことおい毎日間違ってもどうすんだと毎日かほとんど人間は間違ってますからね 諸々とともにみんなとともに愛をわきまえる時は言葉すなわち言葉を得るそうなんはい<で>いや僕なんかこう思ってんだけどね全然世の中そうじゃなくてね、はい、武田はどうっって言って言くるんですよ、はいね、そうじゃないとまず議論しようじゃないかと、はい、僕はこっちから火当てたらこう見えるんだあんたはこっちから火当てたらこう見えるんだから,から,ら,だから議論しようじゃないかってけど大体ね、はい、リベラルほど悪い、はい、左左の人ってのはねもうこれが正しいっつってね頑張ってねあのー だから日本の歴史もそれで随分今まで言論がふわ封殺されてきましたよあ歴史学会のことなんかは先生言いにくいでしょうけど僕なんかに言わせりゃもう左でガチガチで、うん、あと中国にゴマするっつうのとそれから左にガチガチそれからえなんか言ったらあいつはもうレッテロ張って追い飛ばすっていうのが随分続きましたね。これは明治時代は結構議論が活発だったんだよな。 やっぱり昭和に入ってダメになったのかな。いやだけど、まあ日本陸軍だって結構議論してましたからね。なんかはい。ねえ、だからまあ昭和憲法、要するに、えー、聖徳太子の頃からですね。まあアガトデ先生がこの次にお話になるんですが、結局日本の平等性って言いますかね。はい、ここに書いてありますように、みんな同じだよと。はい。だからあああ謝るんだと人は、だから故に。 州を諸々とともに議論した議案だと。そうです。まあ、今の N. H. K. なんかに教えてあげたいよね、本当。<laughs> まあ、いいや。あ次、次はね。はい。みんなそれぞれ、あのし <laughs> 思想信条がある、信じるところがある。そう。そうでも、あの一点だけ絶対に間違えちゃいけないのは。あもう繰り返し申し,申し上げてますけども、人の名誉を奪っちゃいけない。はいはい。実は、これ、あのニーチェが言ってまして。はい、ニーチェが悪とは何か。はい。はい、これに対する答えとして、ね。ええ。悪とは。 人の名誉を奪うことであるとるこう言ってるんですね。なると。で、あの最近のこういろんなまあ論調を見るとね、そうするともう簡単に人の名誉を奪う。そうそう、うん。あいつ出すな。そうそう。<laughs> <laughs> だいたいネットなんかでね、うん、えっと人を誹謗中傷したり口汚く罵るの平気だと、いう人たちがずいぶん登場してますから、まあ少しはだんだん日本も従来条憲法の時代ぐらいまで戻ってね。 やりたいもんですう民族が落ちたとしか言いようがないうでそこであこのご専門ですよね広く会議を起こし晩期口論に結び上下心をいつにしたら盛に競輪を行うし員さん話し合いなさいとで幹部一途庶民に至るまでその志を遂げ人心をしてまざらしめんことを要すみんな結局だから大事なことはみんなで決めようみんなで議論しよう極上のご専門の精神と旧来のを破り 天地の行動に基づくべし、はい、知識を世界に求め、大いに好奇を心心すべし。だからこれが五箇条の御誓文であの明治の始めだっていうくるになると、やっぱりヨーロッパ文化が入ったことによって日本の思想はだいぶ劣化しましたね。そうですね。あ,あ、はい。あ,あ、あのむしろ西洋の方が正しいという方が多い。多い。 西洋のいわゆる近代的な思想と思想ていうはほぼ18世紀以降ですよね、うん、例えば国民国家といったような概念う、ね、もうこれも18世紀以降はい、はい、日本では国民国家の誕生って今から2600年前ですから,うすから、ね、もう伝統が全然違う、えー、全然違うまだ、えー、僕は現代ヨーロッパの思想っていうのは日本で言えばまだまだ2000年ぐらい前の思想だって言ってるんだけどみんなあの青い目で背が高く ななんんか尊敬すするみたいいででねよく、えー、まあ次いきましょうかまあ17条憲法ねく詳しく見ると時間がないので要点になりますよねまず第一条で輪を持ってたっとして下さい要するにまず仲良くすることを前提としてその上でちゃんと議論しなさです、はいそうで,す、ね、で議論するにあたっては厚く三法を上回る「三法とは仏法僧ですよ」と言うんですけどもここでいう仏法僧っていうのは要するにあのちゃんとした神様の教えっていうものを守りなさい相手を尊重しなさいということを言ってるわけですね。で 決まったら、そうやって議論して決まって決まったことが見事のりになったら見事乗りを受けては必ず締めつまり決定したらもう逆らうな。でこれあのえさつまの五重教育でね、議を言うなってこれ有名な言葉がありますけれども、議論しちゃいけない。議論しちゃいけないというのはあの決まったら議論しなねそうですね。法律ができたら法律を守れって僕も言ってまそうです。だ決まるまではもう徹底的に議論する。 マスクをつけるかつけないか全然議論しないで法律も決めずに守れって言ってるやつがいるから僕は嫌なまあいいやそういうことですねでそれにあたって敬うことを根本ですよでむさぼりを断ち欲を捨てよで完全懲悪ですね人みんなそれぞれ心があるよと朝早く出勤して夜遅く帰んなさいつまりちゃんと働きなさいとまず働くことが大事だと。 で誠は断れの元なり心の怒りをたち表の怒りを捨てよで良いことも悪いことも効果明らかにさせよ良いことも悪いことも先に察しなさい国に憎悪はありませんよ最後は天皇なんで天天皇の決定ですよ。で 後ろの方は官僚に言う言葉もありますからね嫉妬ある中で私に背き公に向かい西への両手を求めよ独断選考はダメよで17条憲法最後に大事なことはちゃんと議論しなさいというふうに言うわけですで第1条に戻ってきて議論するのに際してはまず輪を持って葛藤したなし人を恨んじゃいけないよあくまでも議論は議論でその問題に関して議論しなさい 人に対して議論じゃないと,いうとです、ね、そうですね、はいはい、だからよく先生がおっしゃるすぐ議論になるとねやれ武田はとう言い方するとそれ違うだろうと僕の中のこれこれを言って <laughs> この議論がおかしいと言ってくれとう言いたいんですけどね <laughs> 僕もやられますけどもあいつの人柄が悪いとかね <laughs> <laughs> まあだけど根津さんの功績は非常に大きいのはねやっぱり根津さんが出てくるまではそういう人がいましたけどね、はい 要するに歴史学会とか社会学会っていうようなところはですねやっぱりあの権威がでできちゃうんですよねそうですね学会っていうのは、ねはい、だから学会こそが本当はこの精神なんですよ、はい、みんな違う人がいるんだから議論ねあ僕なんかの部類ではねこんなことがあったんですね資源学会じゃなくて資源学会はちゃんとしてはなかなかそういうとこいいんだけど、はい、なんかエネルギー学会みたいなのがあってね新しい学会だっいたいそうなんだけどそこで僕は講演したわけですよ。はい そしてねそのどういう講演したかっていったわけですねそうしたらね座長がねそれはねあの国からね資源の,あの資源の金をもらってるやつなんだけどねそれがね僕が講演終わったらね普通だったら「はいこれから質疑の時間です」ってなるんだけどえ今の発表は、えー、の質疑はやめますんでこのまま終わりにします、うん、こうなんですよ。つままりももももうあのあれもねあの学会も必ずしも、まあ え先生はまあその歴史とか社会とかの方ですが私はまあ科学の方ですけどまあ日本はこういう十七条憲法なんかに現れた日本人の知恵っつうのがもう失われておりますね。もう一つはこれ公文史学会なんですが持続性の特集号があってねで僕があの持続性は自然と保たれるので別に気にすることないっていう論文を出したんですよ。中身はまあ具体的なそのそういう公文子 物質というものが持続性というのは自動的に保たれるんだってことをまあいろんなことで考えてる。うん、そしたらね編集委員会からねこの特集は持続性が危ないということを前提に論文を集めているから持続性そのものを疑うような論文は認められないときたと。<ー>で僕がね編集長はよく知ってた先生だったんでちょっと連絡をしたと。これはちょっと学会の雑誌としてはまずいんじゃないですか。はい、したらその先生はちゃんとした先生だったが平山に僕に謝って。 編集委員会で交渉、あのいろいろ議論したんだけど、やっぱりその。もう、そうじゃないんですよ。要するにね。公文員私学会がなぜ。持続性はないとして、論文を書くかとね。全部か、あの。国からの補助金、研究費もらえなんですね。ですから、まあ。えー、まあ、根津先生が非常に苦労して、まあ、だけど、まあ、一応のこの。共闘法を作っておられ、あの、作られたと思うんだけども。 やっぱ新しい歴史とか社会の日本社会の見方っていうのがねまああの根津さんの活動のおかげで、はいえー、非常に広く広がったと、まあ、それで僕らは今十七条憲法のことなんかも話せるんですがもう10年前ちょいうとね もう話せなないいいっていううらいなんですよもうね1畳ぐらいまでやり始めるとねみんなわーってきてねもうダメになっちゃうっていうねだけどそれはもうかなり改善されてそうですねああまあいろんなね、はい、あの議論ができるようになりましたねはい、えー、これもうちょっとありますそれともここで霧はどうですかあのーまあ、基本的にだからあまあここで一番申し訳なかったけども僕はそこに行かんまで戻ろうと思ってるからはいはい。 要するにこういうふうなものが登場する、はい、上と上の人たちと下の人たちというのが、はい、共に人として対等なんだはい、はい、その共に人として対等だという概念がじゃあどこから来たのかって十七条憲法自体が多分聞いてらっしゃる方の多くが「はい、え和をって和が大事じゃなくて行論しなさいなの?<ー>」じゃあディベートって日本に昔からあったんじゃなくて」って<ー>そこでまた多分びっくりされちゃうと思うんですけども <laughs> そういう考え方がじゃあどこから来たのかっていうと実は神話から来てる。はそれは あのさらにこう突っ込んでいきますと、そもそも、えー、その神話の中でも人々を大切にしようっていう考え方が、うん、実は非常によく知られた神話、あの雨の岩屋とこの神話のところに実はもうすでにこのことがくっきりとなるほど明確に描かれている。なるほど。いうことなんですね。神天阿テラス大神の時代、神武天皇の時代、素、はい、人天皇の時代、そして聖徳太子まで至るこの密接の根本が。はい ま、神話に現れてると、はい、いうことを、次回に先生にお話をいただきたいとまいうふうに思います、はいえー、ディベートなんつうのはですね、えー、ヨーロッパでただ頭の中で考えただけで、えー、日本は全然レベルが高いということがお分かりになったと思います。それではどうも今日はありがとうございました。